今からね、お尻をね、しっかり緩めていきます。で、お尻ってね、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか、背中の疲れとして頭が間違えてしまうこと多いんですね。なのでね、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってことは、めっちゃ痛い。そう、正解です。お尻をしっかりされてるみたいですね。で、しっかりね、お尻緩めていきますからね。体逃げてますよ、うん、徐々に逃げていこうとしてる。で、細かいところを、ね、指で、ね、押さえていきますね。ここではこちら側を上で横向いて休んでください。痛い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 絶対痛いですよ、間違いないです。お尻の筋肉というのはここからここまでくっついてるんですね。なのでここをしっかり緩めてあげると、効果的なんです。で、私がわざわざ説明するってことは痛いってことです。頑張ってくださいね。
反対側向きましょうか。つい。はい、ではうつ伏せになって休みましょうか。下向き、下向き。では背中を押さえていきますね。そうするとね、ほら、さっき触った時より背中柔らかくなってるの分かりますか？あんまり分かってないか。もう疲れてる。疲れてますか。疲れ切ってる。まあ柔らかくなってるんですね。ということは、まあ、足の疲れから上がってくるよっていうことが分かるんですね。で今からね、しっかりね、背中緩めていきますね。